ムーブメントの画像ですね。結構ジータとね受けのこの素材感とかが点はもう私分かったかな、問題ですね、はい、これ分かんない、はい、正直なところグラムホイールが文字盤側についてます。さあどうですか、グラムホイールがついてる、え、はい、え、全然違うと言えないですは、パッと見ちょっとこう特徴というような特徴はないようなものに見えますけども、これはちょっと驚異的に難しいぞ、負け戦とは思っていたかここまでとは皆さんこんにちは、クロノス日本版編集部の細田です。この動画ではマクロの世界に挑戦、時計マニアッククイズとですね題して、裸眼では到底見えないような腕時計のディテールを、取って、そこをですね早押しクイズで答えていただくという企画になっております。ではまず早速ですね今回のクイズに紹介する、編集部の、メンバーを紹介していこうと思います。まず一人目は、クイズクロノス日本版編集長の、黒田広太正さんです。あ、クロノス日本版の広田です。皆さんこんにちは。動画やるって話になってまさかこんな企画が出てくるとは思わなかったですけれど、最近老眼になってですねディティール見えなくなってきたんですけど、頑張って追いつきたいと思います。はい、そしてクロノス日本版副編集長、鬼滅の刃が大好きな、鈴木ゆきやさんです。皆さんこんにちは、鈴木ゆきやです。クロノス日本版の副編集長やってます。鬼滅の刃は好きなんですけどだいぶ古いネタだなと思っております。私もだいぶディテール見えなくなってきてるので今日は気合い入れて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして最後はですね新進気鋭の編集部員、この中では唯一、老眼の心配もないであろう、鶴岡千恵子さんです。クロノス日本版編集部の鶴岡千恵子です。入社して1年経ちました。老眼の心配はないですけどちょっと頑張ります。はい、では、改めて、今回のクイズの、ルールを説明しようと思います。まずですね今回、全部で4本ほど、クイズ出題させていただきます。まず、早押しです。押した人から、回答権が、ゲットできます。で間違えましたら次の人が、回答するまではその人に対しても回答権なしということです。で、あと時計4台出題しますけども、答えてもらうのは出題によって、モデル、時計のブランド名とモデル名揃って正解とするもの、ブランド名だけで正解とするもの、モデル名までは答えなくても、コレクション名までは絞ってほしいものと、3パターン、答えを用意しておりますので、これは私が出題する際にですね、必ず、今回はこれで正解としますというのはお伝えしますので、そこにのっとって答えるようにしてください。皆さん準備はよろしいでしょうか。大丈夫です、頑張りたいと思います。自信は全くありませんはい、では早速第1問参りましょう。はい、まず第1問はですね、ブランド名のみで、正解とさせていただきます。はい、では行きましょう、どうぞ。ムーブメントの画像ですね。結構ジータとね受けのこの素材感とかが点はもう私分かったかな、点はもう分かった、分かりました、言ってもらっちゃっていいですよ。ブランド名だけで大丈夫です。ブランド名、ブランド名だけで大丈夫です。さあだいぶ寄ってますね。でもねトライしてみよう、トライしてみよう。はい、これ分かんない、正直なところ。ラング&ハイネ。正解です。すごい、全然違った、早すぎる、すごいです。ちなみに鶴岡さん何だと思いました？言わないですいやいやいや、答えてください。はい、答えてください。教えてください、何だと思いましたか？全然違うと言えないです。いやいや分かったかもって一番早く言ったから聞きたい。いや聞きたい聞きたい。私はオメガかと思ったんですよ。やっぱ俺もそう思った。あ、本当ですか？そう、だから我々はそうだった。はい、じゃあ早速答え出てしまったのでもう一回最初からですね見ていこうと思います。この仕上げがね、そうですね、リュウキンな感じはランダム入るね。確かに、はい、いやでもちょっと思ったより早かったな。ここでオメガって俺も思っちゃいましたそう、黒いし、ここでそう、この黒いとこで、そうですよね。そうそうそう、まあ、でも確かに仕上げだね。そう、全体的に金にして下地を荒らす龍金仕上げっていうのは、ラング&ハイネにこういう、まあ、いくつかのメーカーが採用してますけれども、うん、この感じのザラッとした感じはラング&ハイネこういうカラーってこの感じってどんな感じですか？まあ、一応こうなんかまあ数見てるので多少こう感じるところがありました。いや僕正直この辺まで悩んでて、この辺で大体想像つくかなと思ってたんですよ。
で、まあ、ここで分からなかった時のためにこの後もっと分かりやすいヒント画像映像というのは用意してたんですけども、ここまで来たらまあ完全にそうだね、ここまで来たらもうランガンのハイウェイって分かっちゃう、分かっちゃう。クロノス編集部だとね、この辺でも分かっちゃうから。いや、答えが分かってればそう思えるんですけど。そう、答えが。で、本当はここですね。あ、そうです、ここです。シャトー。やっぱり、ここで、まあ、みんな分かるだろうと、少なくともここで分かるだろうと思って作ってました。はい、巻き上げひげっていうところもポイントの一つですけども。そうですね。あとは、まあ、やっぱり、あれですかね、ここの環球心が、そうですね、スワンネックだったりとか。ここ見たらもうラング&ハイネって一発で分かりますよね。天風系のね、彫金も入ってるし、ちゃんと。ね、やっぱり、あのタイミングで気づくってやっぱさすがです。いやいやいや、まあでもまあ基本的にね、この琉金仕上げっていうのはもう昔の手法で今もう再現できないって言われてきたけども、まあ、ブティライネンとかラング&ハイネとかそういうところが採用するな、ね、真面目にやってましたもん ね、 手作業ね、やってますよね。でも昔の製法で再現できないものって言われたものだけれども、まあ、やってるということで、はい、ということでですね、今回の正解は、ね、ラング&ハイネのオマージュタワークロックというですね、これは限定モデルで、この1本しかない時計なので、モデル名は正解とせずに、ブランド名ということにさせていただきました。いや、さすが仕上げ綺麗です。綺麗ですね。綺麗ですね。しかし、いきなりこの質問はちょっとすごいと思います。この時計ですね、やはり1本だけの限定モデルということで、まあ、顔を写してもまあ分からないだろうということで今回はムーブメントにしましたけれども、どうでしょう広田さん、この辺の時計の、ポイント改めてどの辺で見分けるといいでしょうかね。やっぱりそのラング&ハイネみたいなブランドは古典的な作り、古典的な仕上げが盛り込まれているっていうところで、まあ、ルーペで全然見てもあらがない形ですよね。だからまあすごく特徴的。あとまあそのテンプのこのドアップに出たこのダイヤモンドのエンドストーンで止めて、でそこをまあビスで止めるっていうスタイル、これも懐中時計のスタイルですけれども、完全に昔ながらという思いですけれども、なんかそのいわゆるドイツ様式みたいなものっていうのはこのムーブメントに残ってるんですかね。そうですね、結構ドイツ様式のムーブメントって比較的その受けを大きく取って、まあ、4分の3プレートって言われてますけども、まあそれに限らずですけど受けをできるだけ大きく取ってムーブメントをがっちり支えるみたいな感じで、造形としては明らかにスイス流フランス流のものとは違うな、うん、ランゲもそうですけど天風系にもねちゃんと彫金が入ってるというところもね、そうです、結構見どころですよね。これ鶴岡さん、例えば広田さんがすごいスピードで答えて正解できちゃいましたけれども、どの辺まで映像続いてれば答えられたと思いますか。私さっき の太陽と月のやつあるじゃないですか、あのマークがすごい、これちょっと切なんですけどマークが好きで、あれ見たら絶対分かったと思います。なるほど、じゃあ結構紙一重だったかもしれないですね。それはないと思いますけど紙二重以上あるんじゃないですか。あと文字盤の写真映像とかはさっき言った理由でほとんどお見せできてないんですけども、まあ、かなり特徴的な時計ということ で、ね、まあ、文字盤見てももしかしたらこのモデル名分かんなくても針の作りとかでランガンダハイネって分かるかなっていう部分も非常に多いかなと、すごい特徴的な時計だなというふうに思いますね。まあ、ラグもね、そうです、特徴的だからね。3つ素材で。いきなり初回からきついっすね。ということで、まあ、いきなりマニアック戦闘に行きましたけども。はい、では次、第2問の問題とさせていただきます。次の問題ですけれども、ブランド名のみではなく、コレクション名まで含めて答えてください。はい、正確なモデル名である必要はないですが、まあ、大体コレクション名として答えていただければ正解とさせていただければというふうに思います。はい、では、よろしくお願いします。はい、いきなりこう特徴的な受けが、はい、分かった。あれ分かりました。あ、コレクション名までいっちゃいましたね。分かった。あ、コレクション名も。コレクション名までお願いします。コレクション名か。そっか。コラムホイール。コラムホイールが文字盤側にありますけれども。さあ、どうですか。コラムホイールがついてる。コラムホイールが文字盤側についてます。さあ、文字盤の絵ですけれども、コレクション名だよね。コレクション名、コレクション名、あんまり名がよくわかんないんだよね。わかんないですか。ブランド、もうだってこの特徴的な形でもブランド名はわかりましたかね、皆さん。ブランド名、コラボホイールなんかあったっけ。あったっけ。おっとおっと、黒じゃないよね。黒のではないですけれども、あれ、学校ヒントあるんだっけ。はい、まあ、ブランド名的にはね、この辺のフォントとかも。ブランド名のヒントにはなりますけども、皆さんブランド名分かっちゃってますもんね。ブランド名分かりました。コレクション名がちょっと欲しいかな。え、最初の文字とかって聞けないヒントね。いや、確かにもうこの最初のところのこのおで始まります。え、はい、お、
さあどんどん引いてくると分かるんじゃないですかね。もうブランド名が思いっきり出ちゃってますけれども、ここです。これクロノスさん取り上げたことありますよ。もうモデルも分かったけど思い出せねえや。そう、このカレンダー、カレンダーのやつでしょ。そうそう、あれコレクション名、コレクション名というか、まあ、モデル名ミンだもんね。これ一発で見て分かったけど、これなんだっけ。コレクションカレンダーのやつだよね。はい、ということですね。すみません、正解はオービットでした。あ、オービットか。アーミンはね、これは分かりやすかったけど、オービットが全然分かんない。ちょっとそのアーミンだと一発で分かっちゃうので、あえてひねりを入れて、はい、コラムホイールのところでオービットというのを期待しました。いはい、ということで、ね、もう一回最初から映像を見てみましょうか。カレンダー声優のコラムホイール、はい、そうです。ここもうこれでもうこの形がの形でやっぱり分かりますよね。分かるけどオービットか。そうなんでちょっと難しかったんですけども、設定具合がパッと変わるんですか。意外といやこれはかなり大変。照明は覚えてないかな。なんかアーミンストローマが出るって私知ってたんですよ実は。あ、それはカーニングだ。これがカーニングじゃないです。でもいやでもこれはアーミンってすぐ分かる。そうですね、分かる分かる分かる。だけどそうなんだよね、コレクション名じゃなかった。毛がねやっぱり悔しいっすね、これは。ということで、みんな見たことあるしね、うちの編集で。まあ、厳密に言うと、この時計はオービットのエディション1というモデル名になるんですけれども、まあ、すでにエディション1自体は売り切れておりまして、まあ、今回なので、エディション1まで答えるっていうのは辛いだろうということで、ちょコレクション名って言い方にしましたけれども、すみません、ちょっとそこがじゃあ伝わりづらかったかな。いやいや、いやいや、すげえレベルの高いクイズで。ちょっと持ってるんですよ。でもパッと配らないとそのが、まあでもオービットね、そのコラムホイール何に使うのかというと、さっき今ゆきやさん言ってましたけれども、カレンダーのオンオフっていうんですかね、うん、必ずクロノグラフ針みたいにセンターに出ている針が、まあ、日付を示すわけですけども、1日に1回しか動かないので、まあ、邪魔なわけですよ。なので日付を見たいときはボタンを押して、一瞬で日付のところを刺して、まあ必要ないときはもう一回ボタンを押すことで、リセットすると、そういうクロノグラフのオンオフみたいな形で、まあ、コラムホイールを使ったということ。なかなか面白い日付表示機構を使った、まあ、アーミンストロームの場合やっぱ穴石が綺麗なのがやっぱ目立ちますよね。この穴石の形、色と形が、ここはやっぱりお金のかかった時計らしい感じですよね。ちゃんとこう立体的な形になってっていうのは。そうですね、まあ、でやっぱり文字盤代わりこういう衣装がやっぱりアーミンって自然に取り入れられるっていうところもやっぱ含めて、やっぱりクイズのネタとしては非常に面白い素材かなと思って今回選びました。満点だからね、このモデル。オービットもそうだし、レゾナンスもそうだし、もうパッと見てわかるこのアイコニックな感じの形状取り。いやすごいっすね。いやいやすげえ、2問目も難問でした。難問ですよね。難問マニアックでしたね。広田さんも答えられなかったんですか。答えられない。いやもうブランド名はねパッとね一番早かった。みんな一瞬で分かっちゃいましたね、うん、なかなか、まあ、そういう、まあ、すごく特徴がすごい特徴を持ってる、分かりやすい特徴を持ってるっていうのはある意味そのマイクロメゾンの特徴の一つでありますけれども、はい、まあ、その代表格として、まあ、アーミンストローム今回ご提供いただきました。はい、ということで、改めて正解はアーミンストロームで、オービットです。わかんねえなこれは。わかんない、はい、正解者がゼロということです。ゼロでした。してやったりですね、まあ、きっかけじゃないけどなかなかいい出題でした。ありがとうございます。やば、予習しないと全然わかんなくないところが悔しい。そうそうそう。だけど悔しい。ここ出ない出ない出ない。はい、では、3問目です。次の問題ですが、ブランド名のみではなく、モデル名ですね。モデル名もしくは品番でも結構です。答えてください。よろしくお願いします。ではどうぞ。はい、これちょっとサービス問題かもしれないですね。はい、鶴岡さん。早かったね。これは。グランドセイコーの SLGW003。あ、SLGH002。白樺ってモデル名？モデル名じゃないです。モデル名で行く。じゃあ次、ゆきやさん、次、最高限がゆきやさんに移ります。はい、いや、003だと思ったけど違うんだ。5?005。ここまで引っ張っておいて、不正解です。SLGH005 ではありません。はい、では続きをどうぞ。ではない。これはね、正確に答えるのも難しいけれども、品番も言わなきゃいけないのか。これで見えた品番？はい、はい、平田さん。グランドセイコーの SLGA?009。正解です。あれ、A ってスプリングドライブの方でしたっけ。あ、そっ
スプリングドライブの方だったんだ、はい、スプリングドライブの方かということでですね、もう一回正解を見ていきましょう。はい、今回の正解は、グランドセコーのエボリューション9コレクション SLGA009 です。白樺、スプリングドライブの白樺。なんで SLGA の方だと分かったんですか。いや単純に、あでもちょっと浅いかも。あそう、あのちょっと違うんだよね、ここのあの文字盤のパターンが、SLGH005 より GA009 の方がちょっと浅い。うん、そうそう。へぇー。悔しい。メカニカルの方が結構濃いの。深い。そう、ミスプロ。なんかピカピカしてるっていう意味で。そう、どうせどうせなら QSA5 だろうということで引っかかってくれるかなと思ってた。引っかかった。いや、絶対これ多分ね、あの、このパターン見たら確かにインデックスと見たらなんか、いや、ハイビートかなと思ったけど、ここの絶対ハイビートの方、ここの運針で分かるようにというのがちょっと今、あ確かにこれはね、でもパターンが浅いね。やっぱちょっとでも引いちゃうと、あのスプリングドライブだってのが一瞬で分かってしまうので、この時計に関してはあのありえないぐらいに寄ったっていうのも、まあ、ある意味ヒントではありました。 6G1 の上見ても分かっちゃうしね。36,000って入ってないし、普通に引っ掛けもんね。すごい、まあ、難易度が高すぎてこれは分かんない。メカニカルの方は品番覚えてたけど、スプリングドライブの方は A っていう覚えて、そこまで覚えてなかった。どっちかだと思ってたんですけど、はい、絶対にメカニカルだと思って。はい、ということで今回で覚えていってください。再度言いますけども、グランドセイコーで、エボリューション9コレクション SLGA009 です。やっぱこれいい時計、これいい時計っすよ、マジで。やっぱどうしても白樺っていうと機械式の方に注目行きがちなんですけども、まあスプリングドライブももちろんいいよねと。で結構世の中にその文字盤のパターンが微妙に違うっていうのが、まあ、どれだけの人に認知されてるかなって、そこもあったのであえて問題にしてみました。あの、まあ、パターンよく見ると微妙に違うなっていうところは、ね、あの感じていただければなというふうに思います。うん、違うね、パターンが。しかしこの模様でプレスでつけてるっていうのがすごいですよね、この模様だから。他はちょっと真似できないみたいな。確かに、そう、さすがにエプソンの文字盤の技術はすごいですね。自社ですもんね、そこはね、すごい綺麗、ダイヤモンドカット、このレベルで見てペカペカでピカピカなので、いやすごいな。だけど完全に引っ掛け問題で、時計を借りるときにあの笑われました。あの意地悪ですねって言って笑われました。絶対メカニカル来るかと思ってたけど、まあ単純に裏を抱えてた感じです。あとちょっとデートの窓のところでちょっと分かったんですよ。パターンもそうなんですけど、特徴的ですよね、グランドセイコー。そうですね、まあ、この辺とかで答えると、まあ、まんまと引っかかるっていう。あれなんだよね、あの恥ずかしい、 QSA4 のものかな。だから縦か横しか見てなかったから、広瀬さんみたいに浅さを見てればね、浅さ、そう、縦横で、あこれ縦じゃん、じゃあ白樺だろうって言って、もう短絡的に。そうですね、これ去年ぐらいで出題してればその2択だったんですけどね、今年あのもう1個手巻きモデルが出てしまって、そうです、ね、3択になるって白樺も自慢で。いやこれきっかけでした、見事な問題でした。動画を見てたね、こうね、日本中の時計オタクも何人か引っかかったんじゃないかなと。そうです、ね、でもガチで好きな人は意外にね、ディテール見てるけどね、この文字はやっぱ好み出るしね、スプリングドライブとメカニカルで。無意識も綺麗ですしね、素晴らしいです。いやレベル高いわ、これはちょっと驚異的に難しいぞ。負け戦とは思っていたか、ここまでとは。まだ、正解、あのゆきやさんと鶴岡さん出ておりませんので、ぜひ次で挽回してください。はい、最後の問題ですけど、こちらもですね、ブランド名のみではなく、モデル名まで一緒に答えてください。はい、ではよろしくお願いします。はパッと見ちょっとこう特徴というような特徴はないようなムーブメントに見えますけども、まあ耐震トーチとかも一瞬こう汎用機かなみたいな感じだけれども、フリースプラングだ。さあこの辺はねちょっとね、いいヒントになってるんじゃないかなと僕は思ってますですかね。33cm ですね、石数もねちょっと注目していただける。この辺とかは本当に特段こうポイントというポイントはないんですけれども、ストップセコンドのレバーが見えて見えますね。さあどうでしょうか。ただ汎用機ではなさそうですよ。さあそろそろね、大きいヒントがね見えてきたかな。あ、はい、あれユッキヤさん、これなんだっけ、コレクションまでだっけ、ブフカルエフブフヘラのコレクション名なんだ、アトラビ。私いいですか、はい、カルエフブヘラのマネロ。正解、マネロか。やったやった、シンプルにマネロでよかったんだ。そうですね、これ途中でもパトラビット迷ったんです。マネロ、
ペリフェラル、マネロペリフェラル、マネロペリフェラルです。そうか、マネロペリフェラル、はい、コレクション名という意味ではマネロで正解ですね。そう、一瞬押してからなったんで、ね、コレクション名って言われて、確かにこの角張った受けとかは確かに、そう、この受けはっぽいかなと。あとはまあもう引いていくとあのペリフェラルローターが出てくるので、さすがにそこで分かるんですけど、まあ、この辺の形状がね分かりやすかった。この辺の受けの形はブヘラまではね2000が出て、あ、確かこれ見たらね、あ、もうこれもうここまで来ちゃったらマークがあるし、ね、答えですよね、もはや。ここを見たらブヘラですねって感じで。でもまあこれフリースプラグになっててかなり進化してますね。これは受けの部分、あのね、ヒゲ持ちの部分もがっちり支える形になっていて、まあさすがに一番最初にペリフェラル復活させただけあって完成度高いっすね。その今までの巻かないペリフェラルとそのブヘラの巻くペリフェラルっていうの差は具体的にどの辺なんですか？ペリフェラルって、まあ、外周でローターついてまあ巻き上げるけれども、まあ軽いじゃないですか。だからあんまり動かないって問題があって、だから軽すぎて、そう、軽すぎて、シチズンもパテックも正直失敗した。だけどこれはあの、ね、ペリフェラルローター支えるところにセラミックのベアリング使って MPS のやつを使うことによってこうローターの周りを異常に良くした。はい、あの MPS いきなり出てきてもわからないと思うので、ね、補足で説明お願いします。MPS っていうのはスイスのベアリングメーカーで、まああの、うん、いろんなメーカーにベアリング、セラミックとかあるいはスチールのボールベアリングを提供していて、この会社がまあ、自動巻き機構なんかも作るようになって、それがまあ非常に完成度が高いのでいろんなメーカーが使うようになったと。ペリフェラル最初に採用したのがカール・F・ブヘラということで、めちゃくちゃ巻き上がるけれども、もともと設計良かったけどこんなにね良くなってるとはちょっと思うんですね。かなりブヘラ今ミドルレンジの中でも頑張っていて、まあ、あのムーメント仕上げもそうですけど、文字盤も針もですね、かなり外装の質も良くて、あの時計マニアほど嬉しいんじゃないかなと。そうですね、マネロに、ね、乗せられるぐらいムーメントもある意味進化だけじゃなくて、多角的にもね、うん、マネロだからそこまで高くないし、うん、A 線から比べても機構も仕上げも進化してるけど価格的にいいですよね。いや難しいわ今回は。ちょっとですね難しいわということですね。今回4問ほどやってみましたけども、2問広田さん正解、1問、正解者なし、そして最後の1問は鶴岡さんが正解ということで、なんとか広田もそうは食い止めたという形になりましたけども、やってみてどうでしたか？悔しい。じゃあ少なくとも次回あのゆきやさんはリベンジということで、リベンジしてちょっと予習したいと思います。出てきていただいて、これレギュラーでやるんですか？はい、一応皆様の反響次第でですね、2回目以降の、継続が決まってきますので、ぜひぜひ、そうですね、気に入った方はアクションを起こしていただいて、まあ、再生するだけではなく拡散していただいたりだったりとか、いいねボタンを押していただけたら、次につながるかなというふうに思っています。そうですね、まあ、あと、まあ、あのクイズの僕らの回答抜きにしても、このあのこの精密な感じのディテールを見る楽しみはありますよね。楽しみがあると思うので、なかなか肉眼でここまでいけないので、しかも動画で、そうですよね、楽しんでいただければ。いや、しかしこれをクイズにするのは恐ろしいなと思いました。どうですか鶴岡さん、今回やってみてどうでしたか？ラング&ハイネで広田さんに答えられてもすっごい悔しかったんですけど、広田さんをあの倒します。はい、もうぜひ倒してください。ゆきやさんどうでしょうか？いや、やっぱり見覚えあるなと思って出ないっていうのはやっぱ悔しいですね。そこがパパッとつながるようなシナプスを鍛えたいと思います。じゃあ最後に城田さん。いや、もうすごい難しかったです。めちゃくちゃ難しかったので、もうちょっと僕もパワーアップして次回のクイズ臨みたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。そしてですね、最後に、こういった、超ディテールで、どんな時計、いい時計の良し悪しを見るみたいなことをですね、うちのクロノス日本版で、ちゃんと書いております。編集長紹介お願いします。まあ、こういう番動画の、まあ、コンテンツが成立するぐらいに、まあ、あのクロノス日本版およびウェブクロノスはですね、非常にあのマニアックなコンテンツをやっております。で、まあ、今回挙げたものに関しての、まあ、かなりの割合のヒントはクロノス日本版本誌およびウェブクロノスいっぱい散りばめられてますので、ぜひぜひ皆さん動画の登録と合わせてですね、クロノス日本版本誌とウェブクロノスの本ぜひぜひご覧いただければと思います。で、今出てる号で9月号ですけれども、ですね、特集は未来に残る時計たちということで、まあ、いろんな指揮者の皆さんにですね、何が傑作の条件なんていう話を聞いて、あるいは書いてもらったりとかしています。あの皆さんが長く使う時計を選ぶ時のヒントが入ってるかもしれません。ぜひですね、書店とかお求めいただければと思います。
はい、ということで今回の動画、以上とさせていただきます。また皆さんとお会いできる日が来ることをですね楽しみにしております。ぜひぜひ、動画回していただいていいねをしていただいてですね次回につなげさせていただけると幸いです。また、どこかでお会いしましょう。